ゃいました。まあね、これがね、本当はあの通常の時間になります。はい、このくらいがね、前いつもね配信する、はい、今日はね、なんか忙しかったわけではないんですけれども、まあちょっとねトラブルがありまして、それをねちょっとね、いろいろやってたら、直してたらね、ちょっとね、はい、遅くなりました。うん、いただきます。ありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。こんばんは。今日は豚汁とまかないです。今日のメッシ、はあ、疲れたわ。寒かった。ありがとうございます。こんばんは、豚汁です。ギフトありがとうございます。今ね、ほんと接戦だね。今ね、全体が20位です。ねえ、豚汁おいしいよね。体温まる。全体が20位で、ハート型の風船が今5位です。すごいね、接戦だね。やっぱり皆様ぜひご協力お願いいたします。今日はね、寒かったんだけどさ、めっちゃ着込んでったらさ、なんかもうさ、まあもうなんか滑りながらちょっと歩いてる感じなのね。うん、どこもかしこも歩道がね、なんかもう雪いっぱいなので、そう、まあちょっと水分も多いし、まあ滑りながらちょっと歩いてる感じなんですけれども、うん、もうね、なんかね、すごいあの寒いからと思って着込んでったら、なんかそう歩くのに神経使いすぎて、そうで、なんかいつもよりさ、なんかまあ、滑らないようにさ、まあ、ちょっと足踏ん張るじゃん。そしたらさ、なんか汗かいてきてそう、足疲れた。本当にこんな疲れたっけと思って、外歩くの。そう、もう汗かいてくんだ、だんだん。よし、ありがとうございます。ねっ、カロリー消費本当にそう。この寒い日にあの外歩いて汗かくと思わんかったわ。うん、みんなもね、お仕事お疲れ様。
に雪あるんだ。なんかね、まあいつもね私が歩く道がそんなね人が歩いて通らないところなんですよ。まあ通るんですよ、歩く人もいるんだけど、まあ、あんまり人は通らないかなっていう。その例えば学校とかの登下校の道ではないので、正直。そうそうそう、なのでみんちゃんの散歩してきたの違うよ。最近ね歩いて仕事に行くんだ。そう、まあ前からね歩いてはいたんだけど、うん、いつも以上に歩くんです。ちょっとね時間が合わなくなったので、マミーたちと。そう、こんばんは。こんな感じでね、疲れました今日は。あ、卒コン行ってきたのね。そうでね、そうだね、帰ってくるときに IU さんのね新しい MV を、新しい曲の MV を見てね、ちょっと感動してた。本日の出来事以上です。こんばんは、無視ありがとうございます。帰りながら、あ、車でね。ね、いいよね、なんかめっちゃ素敵やな。なんか世界観とか、まあもちろん演技も上手だし、なんかいいなと思って。まあね、私歌えないですけど、まあ韓国語なんで歌えないけど、プレイリストにね聴こうと思って入れました。スマホで、うん、スマホで、スマホで YouTube。 めちゃめちゃ綺麗だよね。うん、ありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。もうね、めっちゃ本当に接戦なんでね、なんかすごいね、なんかいつも以上に接戦。ね、今日もちゃんと筋トレして仕事に行きました。えらい。今ね、ハートのラブって書いたギフトをね集めています。イベントギフトが何個かあって、うん、その中のものを集めております。今ね、ちょっとコルセット巻いてたんで、すごいコルセットの跡がすごいんですけどね。ちゃんと全部やりましたよ。背中、二の腕、お腹、お尻、太もも、全部やりました。
ペラ。ね、まあたまにやろうかなと思って。ね、今いい感じになんか痩せたので筋肉つけていこうと思って。ありがとうございます。カニカマじゃないです。カニです。ちゃんとカニです。これは。でカニカマあんまり得意じゃないんだ。カニです。わかんない。カニカマね。なんだろう、なんか何が苦手なのって言われたらなんか絶妙に分かんないんですけど、あんまり得意ではないです。うん、お二人ありがとうございます。こんばんは、ごちそうさまでした。今日はね、今日の私の防寒を聞くかい。今日は上半身はまずコルセット巻くでしょ、ヒートテック着るでしょ、タートルネック着るでしょ、でトレーナー着るでしょ、でジャンパーを着ていきました。そして本日もカイロを忘れました。しっかり忘れたんかい。で下半身は着圧タイツを履き、履くヒートテックを着て、ズボン履いて行きました。素晴らしい。だからさ、朝とか起きてさ、うわ超絶寒い、もうやっばーとか思ってたんだけど、それ着て外出たら、あ意外と大丈夫だってなった。寒かったけど、あ意外と大丈夫かも。ギフトありがとうございます。コルセットは防寒具じゃないのよって思うじゃん。防寒具にもなっちゃうんですよね、実はね。そう、な肌にね、なんか密着してるものがあるとね、やっぱり結構あったかいで。でね、コルセットするとね、姿勢は良くなりますよ。そう、すってね。帽子やマフラーは、帽子はね、これ髪の毛結んでるからしなくて、マフラーはね、マフラーしてないね、そういえば。マフラーしなきゃ。ね、明日からマフラーをしていこう。そしたらね、本当にあったかいね。私マフラーしないイメージでしょ。私もなんかめっちゃするかって言われたら、まあ日常生活ではそんなめっちゃするわけではないけど、します、するときはします。なんだけど私巻き方がねすごく下手くそで。そうだからその毎日はしないみたいな感じ。そうでも本当に寒かったらマジでやりますよ。だってしなきゃ寒いじゃん。コルセットしてるんだ。腰言わしたの、言わしてない。言わしてない、言わしてない。くびれをね作るために肋骨をね、このね、このこのね肋骨を締めようと思って、こうやってギューってするコルセットをしてるの。ネックウォーマー派になった。し、小学校の時はネックウォーマー派でした。そうなんだけど、中学校でマフラー派になりました。やっぱりマフラーの方が可愛い。そう、私の感性よ、ただの。そう、人それぞれですか。私的にはマフラーの方がなんか可愛いなと思ってマフラーを。はい、だから今赤いのとプレゼントでいただいたな、ちょっとね暗めの色なんですけど、あれ何色って言ったらいいかな、紺
もちょっと暗めのね色です。紺なのかな。何色って言ったらいいんやろあれは。そう、どっちもだから服とかに合わせてね。適当すぎるこの指の折り方が。こんばんは。明日の朝はしますか。うん、迷っています。迷っています。ゲセラセラ今日も唱える限界上等やってやろうかい。私の夏頃にはくびれが完成してそうですかって思うじゃん。私さ、太ったり痩せたりする人間なので、ほんと 1,2 ヶ月の間にマジで太ったり痩せたり太ったり痩せたりってするタイプなので、はい、いつまで経ってもねくびれつかないんです。これだってこのコルセットさ、ずっとさ、いつからしてる。もう AKB の、ね、最後の方からしてたよ。 AKB 辞める前、ちょっと前くらいからしてたから、うん、ので、そう、それでもなお今はくびれがそんなにない。だから太ったりね、痩せたり太ったり痩せたりっつってる。フランスタイルいいかな。いやー全然、本当にマジで私ね、安定しないんですよ。ヒカルのスタイル憧れてる。え、めっちゃ嬉しい。ありがとう、ありがとう、嬉しい、うん、安定しない。ただ結構体重の増減はあります。まあ、なんかやめてからはね、割とあの安定一定止まってる、だいたい安定はしてるんだけど、この範囲みたいな。そうで、まあ、AKB 時代はね特にね、なんか安定しなかったね。太ったり痩せたり太ったり痩せたり、ムッチムチになったり、あーちょっと痩せたんじゃないってなったり、良くないですからね体に良くないからね。そんなに長くしてる、うん、結構長期的に。もちろんやらない日もありますけど、レッスンの時とかもやってましたよ。芸能はしないの。うーん、しないとは正直言い切れない。でも今のところはあんまり。いや、なんかねすごい今日思ったこと話そう、まあ、全然ね、まあそういう風に思ったとしても、まあ多分やることはあんまりないかなと思ってんだけど、今日ほらさっきさ、 IU さんのさ MV を見たって言ったじゃない。それがすごい素敵だったって言ったじゃない。それを見て本当になんかもう素敵すぎて、あ、演技っていいなと思ってそう、苦しくないの。うーん、慣れたし、もう結構ずっと使ってるからちょっと緩くなってる。むしろ新しいの買わなきゃなと思いながら、そう、なんか本当に演技ってやっぱり素敵やんなと思って、なんか、まあ、演技もそうだし歌とかね、まあ、私毎日歌ってるの皆さん知ってる通り、私歌好きなので、なんかね素敵、やっぱりできたら素敵やんなと思いながらいました。新州出さないかな分かんないけど国石化選抜しよう、おめでとう。それはな、それは何だ、なんだ、野球ですか、高校野球ですか。高校野球か、おめでとう。だからまあなんかすごいいいなと思うけど、実際じゃあ本当にやるってなったらやっぱりどっかね止まっちゃう。うん、ちょっといや、うん
運って運って何よって話なんだけど、そう今のところはだから思っても多分ちょっと悩んじゃうな。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。結構ね、あの順位が接戦で、どこからかな、どこどのくらいだろう、まあそうですね、結構本当に接戦で抜いたり抜かれたりなんで、皆様ぜひご協力いただけたら嬉しいです。深めさんのグラビア見た？最近の？最近やったの？いや見てない気がする。あのレイちゃんのなの見たな、ちょうどさっき帰ってる時インスタ見た時に。福留のもね見たような見てないような見た気がする。あ福留、ああやってんだと思って見た気もする。レイちゃんのはね見ましたね。すごい綺麗な体してるわ。もしドラマのオファー来たら受けれそう？うん悩む。一旦あの考えさせてほしいっていう、うん、まあないと思うけどオファー来ることは、うん、そうね。お風呂とか、あ全然見てない見てない、私知らない全然見てないよ本当に、うん。なかなかないよメンバー同士でお風呂入ることは。全くないわけではなかったけど、そう。一緒にねお風呂入りに行こうみたいなのは、まあ、全くないわけではないけど、基本的にはないぞ。うん。ありがとうございます。どんな役をやってみたいとかありますか？でも私どっちかって言ったらなんか元気な方嫌なんだよね。嫌だっていうかなんだろう、あんまりはつらつとしてるのはって思っちゃう。私根がそ、あのもともと多分はつらつタイプではないから、うん。見ると銭湯行ったりしなかったの？あ私はね行ってない。そう一回さなんかあ行くんだけどみたいな話をねしてたんだけど、そう私帰らなきゃいけなかったから、あごめん帰らなきゃいけないんだって言って帰ったそうごめんね言うて、うん、なんかほんとすごいいいよね。やっぱりなんか芸能っていいよね。なんか見た人の魅了するという、見た人を魅了するというか、ね、場合によっては背中も押してくれる、ね、なんか本当素敵やなと思う。お仕事としてこんばんは、ギフトありがとうございます。本当にだから私さ感情移入を結構、まあ感情移入なのか、まあなんか情緒不安定なのかちょっとまあ不明ですけれども、 どっちかって情緒不安定なのかな、わかんないけど、あのなんだろう、すごいさあの演技とかいろんな人を見てめちゃな、あの泣いたり、そう感動したり超する人なので、なんかやっぱりそういうのは本当すごいなって思うね。飲み物持ってくるの忘れたな、まあいっか後でね。いや飲ん
ちゃ痛かったの。少々お待ちください。ミフトありがとうございます。さあ公爵令嬢だと言ってて、いや見てない見てないガリじゃないな私。まあね、そんな多分実際演技する人ってね、そんなんがあってもやります、役にちゃんとすったいやるみたい、やるんだろうけど、本当になんかすごい素敵なお仕事やなって。やっぱりギフトありがとうございます。なんか着々とさ誕生日が近づいてきてるのを今日感じたふと感じた。だってさなんかイベントがね一日一日さ終わってくじゃない、一日一日イベント自体終わってないけど、なんで一日一日過ぎていくじゃない。そう、それとともにね、なんかそれを感じた時にイベント何日だと思った時に、あれもうあと3日かと思って、えってことは私の誕生日までもそのくらいじゃないかと思って、今日ちょっと実感が湧いた21歳になるといういや思ってたよ、あまあもうちょっとやんな、あと1週間後かとか思ってたけど、あれ早くないと思って、昭和のスケバン役とかでした。ね、なんか大きくなったね。ちっちゃかったのに、お兄ちゃんに手つながれて泣きそうな顔してたのに。嬉しいお知らせ用意できました。ああ嬉しい嬉しいお知らせだ。じゃあ楽しみに待っとこうかなありがとう、イエイ嬉しいね。もうさ、なんかさ、お誕生日にさプレゼントをさ、私もうもらう年ではそんなになくなって、うん、あ、いやもらってたわ、ごめん。そうもらってたけど、なんだろう、前ほどさ、なんかそんな、じゃあいろんなことを誕生日プレゼント交換してとかしてたわけじゃないんで、なんかやっぱりね、そうやってね、用意したよって言ってもらえるとね、私はすごいハッピーそうもらったばっかりでした、すいませんそう思った。でもらってなかったわけではないなと思って、今までいろんなもの、でも今年はね本当になんかめちゃめちゃな、お兄ちゃんからももらったし、うん、私がおねだりしたんだけど欲しいそう、お兄ちゃんから靴もらって、お揃いのねレディースとあのメンズのね、あの同じデザインのサイズ違いなんですけど、まあ、もらって、マミーからカバンもらって、本当になんかお祝いしてもらえるって嬉しい、ありがとう。同じデザイン普通は嫌がるのに、嫌がったよ、ちょっと嫌がってたよだから、あ、これ私も欲しいって、ヒカも欲しい、え、どうしよう買おうかな迷うなっていう話をしてた。そうで、そしたらお兄、これ買ったらお兄ちゃんと一緒やんね、お揃いやねって言ったら、え、マジかよ、一緒やだって言ってたのそうって言ってたのに、そういざね、なんか「え、欲しいな」って言ったら「ん、買ってあげようか」って「いや、お誕生日プレゼントで買ってあげるよ」って、まあ、早いけどっつって買ってくれました優しい。ショールームで店 iPad で出られた、あらお高いですね。本当に嬉しい。
なんかさ、プレゼントって素敵だよね。なんか相手のことを思って何がいいかなとか、何なら喜んでくれるかなみたいな。私はね、まあね、お姉ちゃんにプレゼント、まあお姉ちゃんは大体なんかこれが欲しいっていう要望があるからそれを送るんで、あげるんですけど、そうあげるんだけど、もうなんか今回のマミーの、うん、なんかあ、な、喜んでくれるかなとか思いながら選ぶのも好きだし、なんかもらう側になった時も、あ、すごい選んで、あの、私のことを考えて選んでくれたのかなって思ったら、またそれも嬉しいしっていうね。幸せの連鎖やだからね、本当にありがとう。何だりされた、何でも買っちゃいそう。いや、何でもは買ってくれんよ、お兄ちゃん。全然何でもは買ってくれん。こんばんは。本当にね、だからなんか AKB の時もさ、プレゼントでね、お誕生日とか、まあ節目ごとにね送ってくださる方もご依頼しちゃいましたけど、やっぱりなんかすごい心があったかくなる、うん、幸せな気持ちになる、嬉しい。何をプレゼントしようかなって考えてる時間が楽しいね。私もさ、だからそんなね、プレゼントする人なんてあんまりいないんです。まあ姉ちゃんは本当にだからな、何が欲しいかを言ってくるから、もうそれをね、私が買って姉ちゃんのそこに送りつける送りつけるって言い方悪いけどそうだけなんで、そう、あの受け取っといて、そう買っといたから、そっち相続紙受け取ってっつってけだし、そう、でも本当にまあなかなかね、プレゼントを送る機会がないので、そう、でも今年はね、お兄ちゃんも、お兄ちゃんにもね、もお兄ちゃんもね、なんか欲しいのあるって言ってたな。そうだから、それなんだよな、きっと。なんかみんなにミサンガプレゼントしたいミサンガ足につけてね。勉強し直します。何を。こんばんは。いつもお世話になってる。感謝の気持ちを込めて。私ね、一時期ね、本当にミサンガ作りに凝ってたんですよ。超 めっちゃ作ってた。そう、結構ね、作るの上手なんですよ。こんばんは。さあ、ミサンがプレゼントしてさ、なんかそれがね、まあつけるか飾っとくか分からんけど、もしねつけてくれる人がいたらさ、あ、なんかすごいなんか嬉しいじゃん、やっぱり私のファンって私のファンの人、大好きなファンの人なんだろう、独占欲っつったらなんか照れくさいけどさ、みたいなね。さん
ガって自然に切れた人っているのかな。あ、私切れたことありますよ。そう、お店で買ったやつ、あの気づいたらなくなってた。サンガって手首、足首につけるやつ。足首がまあ多いかな。手首にもつける人いるんかもね。いいね、羨ましいな。いやでもみんなに本当にプレゼントしたいよ、一つ一つ。正真正銘私の手作りでつけてほしいね。大切な人の中には入ってます恥ずかしいやん、なんかそんなこと言うと恥ずかしいね、ちょっとね、ちょっと照れくさいわ。ありがとうございます。ね、なんかだからできないかね、なんか本当に二三が作りますよみたいな。私もね本当はね足首つけたいんですよ。そう、もったいなくてつけられません。いやつけてくださいね、皆さんの願いが叶いますようにっていう私からのね気持ちだから。それはサンガつけようとしたら腕が太くて切れました。じゃあね、もう叶えるよっていう、そういう意味かもしれない。神様がね、君のはもう叶えてあげるよってね。なんかさ、私さ、そういうちょっとした願掛けっていうかさ好きなんだよね。だから私さ、すごくピンキーリングが欲しくて憧れるというか、まあ、自分でなんか買おうかななんて思ったりもするくらい、そう、ちょっといいやつをピンキーリング買いたいなって。メルカリで専用枠出さなきゃならなるほど。私はね、ピンキーリングっていうのは、まあ、小指のね、あの指輪のことなんですけど、まあ願いを叶えてくれるよっていう、まあ、意味合いがあるものですね。小指の指輪がピンキーリングって言います。つけたい気持ちとなくしたくない気持ちが交差した。私ね、でもね、あのなくさなかったよ、切れたやつ。なんかね、もうね、本当にいつかな、中学ん時つけてたんかな。まあ本当はダメなんだけど内緒ねそうで、お風呂場で切れたんだよ。そう、なんかまあずっとさ、こうやってさ、足首とかさ、こうやってしたらさ、なんかまあちょっとあの太くなったり細くなったりっていうのがあるじゃないですか。ちょっと足首動かして、そういうのでなんか動かし続けてたら、そういつの間にかあのお風呂でね、プチって切れてファンスファーで送ってもらえれば。確かに送ろうと思えば多分送れるな、ファンスファーね。でも本当にいいな。難点と言ったらあれだね、あの私にプレゼント送ってくださった方のアカウントしかわからないっていうものかな、ファンスファーだと。うん、あのファンスファーってプレゼントが、ね、発送されると誰々さんからプレゼントが、あの誰々さんのプレゼント発送しましたよっていう、うん、になるから、まあね、おいおいできたらいいなっていうのを頭に入れて、ちょっとね考えようかな。もしければプレゼントをくれってことですね。違いますよ、違います。
そう、でも本当にあのアカウントが分かるのは本当にその時だけなので、そんな連絡来ますよ。ハンスファーさんの方から発送しました、プレゼント発送いたしましたって来るから、そこでね、なんかまあ画面が出るんですよ。そうで、多分そのなんていうの、変装っていう形もできるんです。なんか多分自分、これ自分じゃないな、これ多分間違えて私の方じゃないみたいなのだと、あの一応あの送り返すこともできるんで、そういうのになってるんです。送り返したことはないですよご安心ください。あのちゃんと、あ、知ってる方やなっていうのをあの認識してはい、ありがたく。飲むのはダメなの、規約上ダメだった気がする。ドキドキする話、いいじゃない、たまにはいいじゃない、ドキドキしましょうそんな感じ。すごいですよね、ファンスファーの仕組み。うん、本当に皆さんありがとうございます、いつも、ね、名前とアカウント名違ったりしたら混乱しそう。うん、まあね、でも基本的に私あのそのファンスファーのやつはあの何、検品っていうんですかを通さないと私の方に送らないでくださいっていう、そう風に設定してあるんです。検品を絶対通してねっていう、な、検品ありなしでちょっとね変わってくるんです。そうで、私は絶対検品ありで、検品なしのものは受け取りしませんっていう風になっているので、まあ検品ありで届いたなら、うん、まああのありがたく使わせていただきますそう、で私宛てじゃないのに間違えて送っちゃったとかって言ったらすごいあの申し訳ない気もするんだけど、はい、え、まあわかんないから、お手紙とかね、あの入ってたらわかるんですけど。ギフトありがとうございます。そんな感じでね、本当に皆さんいつもありがとうございます。ファンスファンの人にお菓子送るの本当にありがとうございます、いつも。荷物に手紙入れて大丈夫なんだ。うん、大丈夫みたいです。ありがとうございます。今ね17位の方と3万ポイント差になっております。皆様ぜひご協力いただけると嬉しいですね、本当に。やっぱりさ、私さ、前髪だけさストパかけたいんだけどそんなことできんのかな、前髪だけストパかけるなんて。私の前髪さ、マジでさ、なんだろう、まあ癖だろうね、なんか全部さこう流れてくんだよね、時間経つとだんだん。手紙に封しちゃダメなんだってで、そうです、ちょっと待ってね、充電器をちょっとだけさすかな。お、よいしょ、
セラセラ今日も唱える限界ショートやってやろうか愛を捨てるほど暇じゃないいつもオーライオーライここを乗り越えたら楽になるしかないこんばんはスマートレターで送ったら未だに届いてるか分かんなくてそわそわしてますそんなことある多分届いてるんじゃないですかちょっとあの 何かによる何があのちょっとあっちの方にあの一応あの届いてはいますよはい来てますもうあの何をなんか何いつ何を送ってっていうのをがねちょっと何回その送ってみたいなのちょっと分かんないんででも届いてはいると思いますお手紙もねとっても嬉しいサンタさんは着いたねあ、着いたとうんもう着いたうん言うてありがとうございますまあなんかそう送り返されないってことは多分届いてるって思ううん思っていいんじゃないかなとは思うんですけどに始まる筋トレこれ結構効くな今の結構効く座ってね座って、まあ、ちょっとお腹に力入れてあの右手の肘左手じゃない左足の肘じゃない膝をねこうやってやるで逆もする結構ねお腹くるよ急にあ、こんばんはお久しぶりですお久しぶりですよねすごくイエーイ私はね結構プランクで腰をひねりますあとはねこういうねゴムチューブを使ってね筋トレします記憶力いいねうん覚えてる、ねこうやってね、これね二の腕と背中に効きますこれねめっちゃいいよゴムチューブは超いい本当に超効くそれがね今これですからゴムチューブをした腕が全然まくれてなさすぎてゴムチューブをした腕がこちらです昨日からそんな変わってないしてない時と変わってないっていうねもともとね筋肉つきやすいあの人間ですので、まあ、そんな変わんないかなっていう、ね、あこっちすごいねやっぱりこっちの筋がすごいなでもこっち昨日ね力こぶできてたもんねなんかちょっとでも本当におすすめですゴムチューブはマジでおすすめうん、結構いろんな使い方できますよ
ね、二の腕とかだけじゃなくてなんか背中もやし、なんかお尻とか、まあ、お尻筋使うときに結構大変なんですけど、これもうちょっと伸びちゃったからゴムチューブ。そう、うん、結構伸びちゃった。そう、結構ねどこにでも売ってる、割と。本当でもゴムチューブはね、あの負荷かけるのにめちゃめちゃいい。もちろんね、普通にねタオルとか持ってこうやってやるのでもね全然まあいいんですけど、これがねちょっと楽になって、より負荷をかけるってなったらやっぱりゴムチューブ。そう、ゴムもね戻ろうとするからそれを開きっぱなしにして、ね、背中ね綺麗にしたいんだよね、背中とあと腰回り。そう、腰のラインを綺麗にしたい。ポーズダッサ。超絶ポーズがダサかった。やっぱり足がね、太もも細くしたいんだ。まっすぐサッサッってしたね、足にしたい。だから今日はねちゃんとストレッチもして寝ようと思う。余裕あるときはねしよう。でもね続かないんですよ私は。そう、頑張って続けて 2,3 ヶ月やったとしてもどっかで止まるんですよ。その立った後にしばらくやらなくなって、でもまた始めてってする。よくないね。私ね実は継続って苦手なんです。私さ結構さ自分の気持ちで動きたいというか、まあこれ言ったらもう本当わがままだけど、ただのそう、なんかやっぱり気の赴くままにやりたいことっていうタイプで、どっちかって言ったらね、まあ、もちろんそれだけじゃいけんから、まあ、やることはやるんですけどやらなきゃいけんことはやりますけど、そう、まあ、タイプ的にはねそういうタイプなの。継続が苦手です。すごいさ超もうあの熱しやすく冷めやすい。だから絵とかも描くときはもうブワーってめっちゃ描くんです。なんだけど一回ね、例えば仕事でちょっと描けなくなったとか、まあちょっとうまく進まなくて描けなく、ちょっとなんかなってなったらなったりすると一気に描かなくなる。仕事に関してね書けなくなるんだけど、そう仕事してるとってなる。うん、継続って素晴らしいよね。だからね、ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。継続は力なり。私だからさ集中力もさ短期集中型なんです。短期、そう、長時間ねダラダラやるのは好きではない。スパッ。だからレッスンとかもあのレッスンっていうか自主練とかもそういうタイプでした。そう、なるべく短く、そう集中してでもできるまでっていうタイプだった。ね、集中力を続かせるのが得意ではない。皆さんはどうですか？メンバーが集まるとワイワイやるんでしょう。やるね。そう、でも一人だとマジで短期集中型です。本当にパッてやってパッて帰るから私は。うん、
ごめんさっきね、さっきだっけ、違うわ、17時くらいにインスタ投稿したのでぜひ見てください。これでうさぎさんの投稿は終了です。またね、写真撮ったらあげるね。熱しやすく飽きやすいです。本当？って似てるんじゃない？私もさ、だから冷めやすいっていうのはまあどっちかったら、まあ、いやでもまあそうね、飽きやすいとも言い換えられる。テスト勉強とかしてた時はめっちゃ長い時間集中できてた覚えある。え、偉いね。私さ無理それすらもう無理早く終わらせたい、なんなら勉強したくないっていうタイプ。好きなことはずっとやってられる集中力です。わかるわかる。あ、でもそれはでもあれだな、あの熱し、あ、すごい熱中してる時だわ。だから熱してる時だわ。そう、熱してる時はね、もうずっとやって、もうなんならあの絵描いてて、あれもう朝じゃんくらいのレベルで、そうやる。それがね、一回どっかで止まるとねっあってなるだからね、なんかね、どれもちょっと中途半端っぽくなるんだよ。あ、そう、今日聞いて、今日さ筋トレ中にさ、机とかさ、棚にさ、すごい思いっきりさ、あのぶつけてさ、血出たんだよね。今見たらかさぶたになってた。まあ、そんな痛くないんだけどね。こんばんは。足振り回してたらさ足振り回してたとは足振り回してたらぶつけて、なんか爪の縁、下のさ、こういう部分、この下の部分をね、切りまして、青くはならなかったな。ね、なんかようやるよね私ね、結構いろんなとこにぶつけるマリオ見えてないね、最近よく血出るね。やだね。こっちはね、もう全然、あ、まあかさぶたあるけど、まあまあまあ全然全然。そう、最近よく血が出ます。あ、ねえ、ちょっと前もさ話したよね、一回さ、ね、私ってさ足と指長いのかな、ちょっと見てほしい。なんか足写真撮って見せるのなんかちょっとはずいんだけどさ、え、見せたことあるっけ。あ、じゃあ全部にプチプチあるのが安心やんな。あの、みんなさ、足の何分の1が指ですか？ちょっとそれを計算してみて。マジか。あ、保存した？どのくらい？これ前も話したが、もうなんかさ、足見るたびになんかそれしか思い浮かばなくてさ、そう、足見るとさ、マミーがね、なんかもう、え、足の指長すぎみたいな話をしたのをね、延々と思い出す。足の指みんなどのくらいですか？みんなの足の指の長さ。私ね、足の指あの5分の1あるわ。5分の 1? うん、5分の1。そう、指の5個分が私の足。
になる。だから私さ、私23だとするじゃん、割る5は 4. 点何やんな。あ、親指親指親指で測ってる今。6分の1一緒？じゃあ足の指長いんちゃう？私本当にさ、だからさ、マミーにさ、え、足の指長くないって言われたら、これ長いの？と思ってすごい衝撃を受けて、実際ね、マミーと足の足を比べたので、マミーの方がね、足は大きいんですよ。マミー足どっちかって言ったらね、ちょっと大きいので、そう、でもね、そのマミー、あの、そのマミーより長かった気がする7分の1。いやでも多分あのそのくらいなんだと思いますよ普通に。なんで一番長い指親指で測ってます。私一番長いのね、私あの親指かな、人差し指かな、なんか絶妙、人差し指かな、絶妙に長さがねそんな変わんないんですよ人差し指と。見せていいよ。ごめん、着圧の跡があるんですけれども、え、なんかはずいんだけど足すいません、あのすいません、あのこんな感じですね、私の暗夜でございます。画面が明るすぎるな、これ少々お待ちを。ありがとうございます。着圧の跡があるんで、ちょっとまだら模様もついてるんですけど、私の暗夜ですねこちら。え、このあのあ、ランキングドジョルが待ってください。あ、了解です。この黒いところがね、爪一つ分くらい人差し指が長いんですよ。すごいね、なんか人差し指ね長い人がいるのは知ってる。なんかさ、足の形あるじゃん、こうだったりこうだって、なんか何型何型って確かあったじゃん。すごいね、でも爪一つ分はなかなかじゃない？すごい長いね人差し指。 OK、 こちら平野の足で長いのか、これは(笑)コレクションですか、これ(笑)コレクションになる、これ。小指の形ね変なんですけど、私小指がねまっすぐにならないんですよ、これによくなくて。綺麗？本当？足の指が長い。でもね、あの指はね、なんか手もね割とちょっとどっちかって言ったら長めです。足が綺麗って羨ましい。これは綺麗なのか？綺麗なのか？足の綺麗基準がちょっとわからんな。どういった足が綺麗なんだろう。なんかさ、足全体を見て綺麗はだったらわかるんだけど、足の甲を見て。私大好き。そう、曲がってるんです。結構ね指曲がってます。ところいろんなところがこの辺りね。こっちすごいねとか、ここね、ここね、別骨折れたとかではないんですけど、まあなんか癖なのか曲がっております、ものすごく。本当こっちすごい曲がってるね。手指はね長いです、私どっちかって言ったら。あ、この指の長さとね、あのこの部分が大体一緒なんです。日本ザルよりチンパンジー寄りなのかな。チンパンジーって足長い、足じゃない、指長いの？あ、全然いいんだけど、そう、チンパンジーって指長いのかな。中指長い、中指、あ、これかで、ね、骨張ってるんだよね、ちょっとどっちかって言ったら、ね、ここの骨が出てる。足の今ね
ねちょっと爪長いからっていうのもあるんだけど、そう爪長いとねやっぱり長く見える。結構ね自慢のお手、私自分の手はね結構、まあ、曲がってるのをなくせば好きです。うん、曲がってるのだけねちょっとどうにかして治んないかななんて思いながら。そうね、ピンキーリングをはめたいという皆様ぜひイベントご協力をお願いいたします。時間見たいのに。お、23時。そうね、早いね。月指でもした、したことないです。月指とかも全くね、本当に怪我はそんなしたことなくて、まあ、せいぜい擦り傷、打撲くらいです。だから骨折れたこととかも全くなくて、クリームパンからすると骨張ってるなクリームパンじゃないよ、大丈夫、素敵、嬉しい。ね、たれはいけんな。でもなんかここがね太いのは私まあなんとなく、私ここ出っ張ってるんですよ。これはねペンダコっていうんですか。そう昔ね曲習字をね本当にめっちゃやってたんで、小学校の頃です。まあだんだんいかなくはなっていくんですけど、うん、なんかここね変形したままだと指太くなるよ。いやならないと思う私。まあ太ってね指太くなることはあるけど、だって私ずっとこれだもんそう、もう多分 AKB 入ってからもずっとこれです、私のお手手は。うん、だから太って指が太くなることはあったけど、うん、それ以外で太ることはないな。まず、まあ、むくみくらい、なんか多分大丈夫だと思う。もしかしたらね、そういう人もいるのかもしれんけどなんかやだな、このこんばんは。ね、でもね、すごいさ、なんだっけな、一回さ、私指すごい長いんだよねみたいな話をした後に、ね、ハッツハッツ手比べようって言って手やったら、そう手こうやってパッてやったらハッツもめっちゃ長くて心折れかけましたそうハッツもしっかり長くて、あれむしろ私短いんじゃないみたいななっちゃって。そうこんばんは。関節一つ多く見えるくらい長い。マジ？そんな？ちゃんとね関節はみんなと同じ数です。2つです。第一関節、第二関節までしかございません。どこが、あ、いて、ポキッてた。どこが長いんだろう。ここか。こことここが長いんだね。ね、そう、ハッツ長いんですよ。だからさ、ね、私な指長いと思うんだって言って比べに行った手前、すっごい恥ずかしくて。長いです。ハツ長いですって。そう、超恥ずかしかった。すごい自慢してた私が恥ずかしかったよ本当に。ギフトありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。そしたら15分になったらねお歌のお時間に行きます。
ありがとうございます。これ今何してんのかなと思ってる人いるでしょ。ちょっとね、あの筋トレした分ほぐそうかなと思ってほぐしております。急に謎行動、すいません。そう、ほぐそうかなと思って。そう、この下の部分をねよく使うんですよ、ゴムチューブ使うと。そう、痛い。普段ねこんなところほぐさないから痛い。急だね本当に。あのごめん、あのそれが平野ひかるです。そうだから手とかをさ何もしてないのが気になっちゃうんだって私。そう、それが平野ひかるなんです、お許しください。でもね、なんかほぐしたりさ、マッサージするのはね悪いことじゃないんです、いいことなんですよ。からスタイリッシュも頑張ってるんだね。はい、私はね、あのやっぱり自分は別にあの人それぞれね、好きな体型とか太ってるからダメとかは全然ないんですけど、そう、私はあのなんだろう、細い方が好きというか、自分がね、そうなんだろう、なんていうか、そのなんか頑固というか、なんだろう、細い自分の方がおしゃれとかを楽しめる、メイクとか楽しめるなって思ってるんで、そう、私はだから頑張ってます。そう、まあね、結構ね安定はしないんですけれども、将来的に向けて、あの将来に向けて、あのちゃんと筋肉をつけて太りにくい体作りをねしたいと思う。またね、バッキバキになったら見せるね、みんなに。みんなに見せるね、バキバキになったら。光るグラビアとかできるってなったらやってみたい。ああ、全く興味がないわけではないです。うん、でも今オファー来てもまあちょっと悩む。うん、私ね、もうちょっとさ首長く痛かった。私首がね結構本気で短くてさ、まあ骨格なんですけど、これが私のタートルネック着るとね、一気に首がね本当に短くなるんです。カルのグラビア見てみたいね。なんか AKB の時からね結構そうやって言ってくださる方が多くて嬉しかったんですけどね、まあちょっとオファーがちょっと残念ながら来なくてですね、できなかったですね。 AKB 時代に来たらね、真っ先にはいやりますって言ってたかも。そう、やっぱお仕事、少しでもお仕事したかったし。うん、大丈夫ね、ゆっくり休んで横になってください。それは本当に欲しい。あの頃の方がでもなんかね、まあムチッとはしてたよ、 AKB 時代の方がムチッとはしてました。今の方が痩せたから、私は。オファーがあれば、うん、初めね、なんかすごい、なんかまあ結構ね胸大きいよねって言ってくださることが、それすっごい嫌だったんですよ。今も正直そんな好きではないけど、あ、なんかそれが私の武器になるならそれはいいなと思って、うん、
それがね、なんかお仕事につながるっていう。だからいいなと思って、まあだから来たら受けようって思ってたけど来なかったっていう。カルン、ここが自信あるって、体の部分やパーツとかはある？ここが自信ある。あ、でもさっき言ったみたいに手とか、あと私ね結構言ってるんだけど、本当に目が、自分の目好きなんですよ。うん、自分のお目目が好きで、はい、そこかな。それ以外はなんか別にそんな、うん、そう、私胸はね全然本当好きじゃない今でも。私はなんか自分自身は細くありたいって思う人だから、やっぱりそのあることによって太って見えちゃうんですよ、どうしても。だから好きじゃない。うんでね、そこだね。まあでも今はね、もうなんか何を思うてもなくなるものでもないし、うん、一生ね付き合っていくものなんであんまりもう気にすることもなく。ヒカルの目って本当にパッチリしてるよねありがとう。贅沢な悩み、まあとはね言われましたけどね、私も。でもさ、結局さ、そういうのってなんか諦めてない人がいたらなんか結構言われました。だから、そんなこと言うのって言われたけど、でもこればっかりは正直人それぞれかなと思う。だから結局ないものねだりというかになっちゃうなと思った。あ、15分ありがとうございます。そうだから、まあ人それぞれね思うことは違うから、何も仕方ないな。でも何と言われようが、すごい嫌味かよみたいに言われても私は好きではありませんということですね。そう、自慢かよとか言われても全然自慢でも何でもないし本当に嫌だよって思ってたかな。そう、あれだからね、まあ今はね、なんかまあもうそこまで思わないけど、もう普通にもううんって感じうん、はい。そうだから、なんか武器にしたい人、それが好きな人はそれでいいと思う。うん、全然全然。だから別、出したかったら出したらいいし、そう好きにって思ってたけど、そう私はね、鈴木くるみちゃんすごいよね、ほんとくるみちゃんめっちゃ綺麗、かわいい。こんばんは、元気な姿が見られるありがとう。んー、何歌っかな。待ってね。
この前これ歌ったな。少し待って、ね、全く曲は決めてません。ごめんなさい。歌えるかな、これ歌いたいんだけど。まずあるんかなっていう。あ、なかった、なかったわ。あ、なかったわ。ないじゃないか。ちなみに何だったの？佐藤美希さんの名もない花っていう曲です。これにしようかな。さっき言ったね、佐藤美希さんの曲もぜひ聴いてみてください。ひとひらの花びらが揺れている、僕の隣で今間違った恋だった、そんなこと思いたくはない。言葉に怯えてんだ、一体いつから僕らこんな気持ちに気づかないふり続けてたんだ。出会った日のようなあの透き通る風の中でやり直せるのなら、もう一度抱きしめたい。ひとひらの花びらが揺れている、僕の隣で今間違った恋
好きだったはずだった、いつだって声が聞きたくなるほど、それなのに手が届く先の君が見えなくなりそうだ。出来たってすぐ我慢してたのはきっと僕たちの悪いとこで、一緒にいたいって思ってたのに、すれ違いは現実を変えた。出会った日のようなあの柔らかな笑顔だって、すぐに取り戻せる気がしてた。抱きしめたい、ひとひらの花びらが揺れている僕の隣で、違った恋だった、そんなことを思いたくはない。たまったままの君の手のひら、たどり着いた涙がはじけた。こんな僕たちの時間を巻き戻して、花びらが舞い落ちた僕の隣で、今間違った恋だったなんて忘れられるはずはないんだ。好きだった好きだった、今だってすがりつきたくなるほど、それなのに画面めっちゃ暗くなっちゃった私、これを歌ってみよう。これさ、高いんだよね。あるのか。あ、あるわ。美和さんの曲です。これは。こんばんは。
チェーン、なびかない、流されないよ、今感じることに素直でいたいの、チェーン。行き続かん。悲しみも抱きしめて走り出すよ。続かんだね。現れない私がここにいるの、足りない尽きないなんだってもっと歪ませてよ、はあ、パターン化したこんな世界じゃ自分が誰なのかわからなくなる、僕にはまりたくないわ、決めつけないでよ、道なき道を行くの、そこにいたって待っていたって何も始まらない、チェンジ、なびかない、流されないよ、今感じることに素直でいたいの、願の思い通りにはさせないわ、Oh チェンジ、何度でも生まれ変わるの、悲しみも抱きしめて走り出すよ、あなたの元にはもう帰れないわ、私は私らしく I wanna change。 出ない そんなためらって満たされないあなたはどこにいるの、消えない錆びない振り切ってもっと羽織らせてよ、はあ、変わったから気づく世界は今の私を映してくれるでしょう、あなたの思う未来は何が映っているの、愛なき明日を行くの、引き止めないで恋しくたって私は進みたい、チェンジ、止まらない、振り向かないよ、いつだって真実求めていたいの、涙も愛おしく思える気がする、Oh change、 忘れない、なくしたくない、喜びも抱きしめて走り出すよ、あなたの元から離れてしまっても私は私らしく I wanna change。 私が変わった先にあなたがいるなら、あなたが変わった先に私がいるなら、Change、 Change、 走り出すよ、Change、 なびかない、流されないよ、今感じることに素直でいたいの、誰かの思い通りにはさせないわ、 Oh change、 何度でも生まれ変わるの、悲しみも抱きしめて走り出すよ、二人で同じ景色が見れるなら、あなたの元にいつかいたいわ、私は私らしく I wanna change。 最後甘かった、こんばんは、あなたのもと、あなたのもとにいつか帰りたいわだ、あなたのもとに見れるなら、あなたの元にいつか帰りたいわ。ああ。まあね、またね、練習して。ないな。私は私らしく I wanna change。
ょうね。12時になったら終わります。今日ね配信ちょっとを始めるのもね遅かったからね、ごめんね。ありがとうございます。最後の背中に青に変わるライトで時が動く、傘の波飲み込んだ場合で Say a little pray for you and me、 もう永遠を誓えない愛を見送ろう、誰かのために生きてゆけない、自分を許せる強さをあなたに寄り添えなかったこと、悔やまずにいられる日々を、祈りは雲を引き裂き、この空に希望解き放つ、わがままも燃やしたアルバムも去年のような明日が欲しくて、あなたのそのすべてを守るために私を守りたかった。 No more cry under your eyes、 もう二度と振り向かない、引き止める声もない恋、泣かないでこれで終わりじゃない、ただ時が過ぎて消えただけ、この胸に今刻んだものは包まれたぬくもりだけ、さよなら愛したあなた、愛された私、望んでた場所はここじゃない。
の声がまだ残ってる。でも届けたい明日へのプレイ。誰かのために生きてゆけない。自分を許せる強さをあなたに寄り添えなかったこと。悔やまずにいられる日々を。祈りは雲を引き裂き、この空に希望解き放つ。聞こえないふりをして遠ざけてた。あの日の言葉が忘れられない。こんなに愛おしく思うなんて考えもしなかった。私の心はいつの間にか手に伝わる雨のように透明な色をしたあなたのこと愛してしまってたの。何度も問いかけて言葉が出なくて、もう少しあなたといたいのに姿に私は手を伸ばして泣いた。どうしてあなたのこと今になって愛し始めてしまったのかな。もう届かないと分かってるのに、
くなって、あなたの心に傷をつけた。もし今あの日に戻れるなら、素直になれたのに。何度願っても私の前ではあなたは二度と笑わない。そんなことは知っていたのに、掴んだ手がまだ離せない。どうしてあなたのこと今になって愛し始めてしまったのかな。もう届かないと分かってるのに、思いが溢れてゆくの。尽くしていても痛みは変わらないのに、まだそばにいてと願っている。離れたくない。どうしてあなたのこと今になって愛し始めてしまったのかな。もう届かないと分かってるのに、思いが溢れていくの。こんばんは。ありがとうございます。すいません、またやらかしたわごめんごめんまたやらかしてる、やらかしてる、怖い怖い怖い。ちょっと待ってね、またきね、すいませんマイクをね直し忘れるというね、はい、申し訳ない。何度も何度も。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。君が旅立つ日はいつもと同じ、ジャネと手を振った。まるで
明日もまたこの街で会うみたいに愛を信じるのは自分にも負けないこと夢が叶う日まで笑顔のまま星を見て祈り捧げここにいるから私は君にとっての空でいたい悲しみまでも包み込んでいつでも見上げる時は一人じゃないと遠くで思えるように帰る場所であるようにいない街で相変わらずに元気で過ごしてるそれが今私にできることそう思うからどんな出来事にも隠れてる意味があるの夢が消えかけても自分らしくいてほしいどんな時もここにいるから涙なくすほど強くなくてもいい疲れた心休ませてね素敵な明日を願い眠りについて小さな子供のように広い世界はつながってる白い流れ風になって君のもとへ私届きますか溢れる気持ち言えなかった私は君に悲しみまでも包み込んでいつでも見上げる時は一人じゃないと遠くで思えるように帰る場所であるようにごめんまた最後間違えた久々に歌ったのかな久々もそうだけどこれそんな歌い慣れてないあそこのさ途中のさ私の声は届きますかのところはさ永遠に入るタイミングがわからないでもねこれね歌詞好きですあと1曲かな。なんかあと2曲も歌うほど時間はなさそう。ねミスが多くてもうごめんね。じゃあこれにしよう。少し明るい。
イーガルズさんです。抜けてる、やだ、保湿しなきゃ、リップしなきゃ。はい、ということで、ね、皆さん本日も皆さん見に皆さんめっちゃ言ったけどすいません、はい、見に来てくださってありがとうございます。そしたらね、ランキングいきたいと思います。13位ダブル流星さん、12位ドクタケさん、11位ピアノマンさん、10位マントメガネさん、9位ムムさん、8位サルキチさん、7位電車さん、6位桜のお友達さん、5位小町さん、4位カイさん、3位カボちゃん、2位ケンケンケンさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。そしたらね、ギフトいきます。母さん、ペンギンさん、桜のお友達さん、ユータさん、情報技術研さん、ユーボーさん、ナナタさん、桜のお友達さん、ラブリューバイアとかけの守護神さん、白身フライさん、竹猫さん、サルキチさん、地球さん、白身さん、ユタさん、ドクタケさん、ランタンさん、
マントメガネさん、小町さん、けいちゃんさん、のむさんです。ありがとうございます。呼ばれてない方結成でお願いいたします。はい、ということでね、皆様本日も見に来てくださってありがとうございます。いや本当にね、毎日毎日遅い時間まで本当にありがとうございます。誕生日まであと48時間、あれそん中24、あと2日、あーそっか、そうやんな、え今日20、そんな短いか、はい、はい、ということでね、本当にありがとうございます、ね、イベントもたくさんご協力いただきありがとうございます。皆さんね、本当にゆっくり休めて、体休めてくださいね。あったかい格好して風邪ひかないように気をつけてください。けんけんけんさん、ありがとうございます。27だから今日20、あそっか、私なんか26くらいの気持ちでいた。終わった、26日は終わったんだ、27だせやんな、ね、保湿して寝ます、お風呂入らないしはい、ということでね、本当に皆様ね、遅い時間までいつもありがとうございます。明日の朝配信をね、ちょっとまだやるかわかんないんですけど、もしねやってましたら見に来ていただけると嬉しいです。はい、それではまた夜はね、明日毎日夜は配信するんで、はい、はい、見に来ていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。あ、待って、あわれさん、ありがとうございます。皆様今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。それではまたね、ありがとう、おやすみ、ゆっくり休んでね、みんなね、ありがとうね、本当に遅くまで、またね、ありがとう、明日会おうねまたね、おやすみ、ありがとう。